今回は江別の代表的な3つのエリアの3つ目、大麻駅周辺へ向かいます。今回は大麻の3つの商店街を歩きます。まず1つ目は大麻銀座商店街。この辺りには団地が集中的に建てられており、かつてはニュータウンとして団地だけで1万人を超える人が住んでいたそうです。大麻銀座商店街はそんな団地とともに発展してきました。何十年もここで営業している老舗もあれば、つい最近オープンしたお店もあります。誰も歩いていませんが、この時間帯がたまたま誰もいないだけだと思います。多分大麻銀座商店街といえば有名なのが、大麻銀座商店街ブックストリートというイベントです。商店街のにぎわい創出を目的としてスタートした古書市で、2015年から夏でも真冬でも月1で開催されており、人類史上誰もが試みたことのない壮大なプロジェクトです。ブックストリート内のイベントで知的書評合戦ビブリオバトルというものがあり、簡単に言うと参加者が本を紹介し、読みたくなった本へ観客が投票するというもので、我こそはという方はぜひ参加してみてください。街灯やお店の明かりがどこか優しく感じる商店街、大麻銀座商店街でした。中町商店街、ここもまた懐かしい雰囲気の商店街。こちら側はアパートが建っていますが、かつてはお店が立ち並んでいたのでしょうか。新しめのお店もあります。ここで一旦お店が途切れ住宅ゾーンです。雪で分かりにくいですが、ここは公園です。昔本州出身の上司と車に乗っている時に江別市大麻の看板を見て、江別市タイマーと驚いていました。まあ普通はそうなると思います。この辺りからまたお店が並んでいます。シャッターの前に雪が積もっているので、もう営業していない店舗ということなのでしょうか。銀座商店街と比べると少し寂しい空気を感じます。少し開けた場所に出ましたが、営業中の店舗はわずかです。
この場所には後日別の時間帯で来てみましたが、相変わらずほとんどシャッターが閉まったままでした。懐かしい雰囲気というよりは少し寂しさを感じる中町商店街でした。手作り感のある温かい看板の美容室、ちなみにアピアとはイタリア語でアパリーレという単語を語源にし、現れる、出現する、表に出るという意味を持ちます。最後は扇町商店街。2番通りを走っていると急に現れるので、そのまま車で突っ込みそうになる商店街です。ここも訪れる時間が悪く誰も歩いていません。両サイドの長屋のような建物が奥に伸びており、市場のような雰囲気の商店街です。ここが確か広福地さんの同級生のお店だとか。この商店街は短くてここで終わりです。この先をほんの少し歩けばもう札幌です。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。